はい、今日は男性が着物を着た時に持つバッグについてお伝えしたいと思います。毎日着物を着てる、私ですが、着物を着た時にどういうバッグを持つかについて非常に悩みます。なぜかというと、着物を着た時に、ビジネスシーンで持っていたいもの、1つ目財布、2つ目携帯、3つ目ボールペン、4つ目名刺入れ、5つ目ハンカチティッシュ。まあこの辺はですね、スーツを着ている時にこう中にポケットの中に入れているものなんでしょうけど、着物の時もぜひそれを持っていたいと思いまして、袖だったりお腹だったりに入れるとどうしてもですね、重くてさばきが悪くなっちゃうんですよね、お腹にしろで、ここにばっかし物を入れてると、どうしてもここから出し入れするもんですから、袖口を痛めるし、でどうしたらいいかなということで、一般的にはこういうふうな巾着を使って、巾着に物を入れてということもあるかと思いますが、ビジネスシーンで着物を着ているときにこればっかりではですね、なかなかしんどいと。とはいえこの辺に入れるのもあまりいいもんでないということで、私が対応しているのはこちらです。ドン、肩からかけるバッグ、もしくはサコッシュ系なんかを対応しています。先ほど申し上げたビジネスシーンで持ってなくちゃいけない5つをこのサコッシュに入れて持っています。はい、こんな風に肩から下げて仕込んでいますが、ここに先ほど申し上げた5つが入っています。で、ここの荷物がある程度シャープじゃないと、ここばっかりが浮き出てしまって、こんな風になっちゃっても格好が悪いんで、ある程度入れるものを絞ってサコッシュに入れてます。着物を着た時に手ぶらで体に荷物を身につけるにはどうしたらいいかということで、今日こんな風にお伝えしてみました。また私はサコッシュ系を愛用していますが、どうしてもサコッシュ系ばっかり使うと今度肩山が閉じてくるんですよね。車乗った時のシートベルトをこう使いすぎると着物の肩山が傷んでくるのと一緒で、サコッシュ系も肩山がちょっと痛みやすいと。だからこうあんまり中身を入れないで軽く、なるべく軽くしたりするんですが、他にもっとですね、何かいい方法があるよという方がいたら、ぜひ教えてほしいなと思いました。はい。ということで今日は着物男子のバッグ事情についてお伝えしました。